ですね、具体的に他の閣僚の方々と、まあ、大臣方とお話をされたのか、そのあたりも含めてお話しいただけたらと思います。これはね、沖縄が基地の 75% をね、まあ、負担しているというか、そういう中で大きな犠牲を払って来られて、かつね、人の水準が相変わらずね、最低という状況があるわけですね。今までもずっと産業振興ということで政府が力を入れてきたわけだけどね、なかなかそういう状況から脱せられない。そういう中でやはり産業振興、まあ沖縄は今観光に力を入れてますね、石垣だとか宮古だとかね、全て産業振興に力を入れてるわけ、観光振興に力を入れてるおるわけだけれども、まあカジノも今はね、実際レジャーランドみたいなやつだね、今産業振興に、それとなんとかなんとかいうサービスみたいなな、あれなんかものすごい日本なんかであんまり出ないようなね、ショーが連日ね、各ホテルで上演されて、一つのホテルなんか雇用が5000人から1万人ぐらいのね、雇用効果出してるでしょ。それと大体年間ラスベガスなんていうのは2000万人以上ね、押しかけちゃって、税収面で大変な税収効果が出て、市民はほとんど無税に近い状況なんじゃないですか、ね。まあ、そういう状況、今度はアジアでもフィリピンがやるし、シンガポールもやるでしょう。そういう、まあ、今や観光の一つの大きな柱に世界の中でなりつつあるわけですから、日本だけがなんか古いイメージでね、飛ばみたいなイメージで、やってるというのはね、もうちょっと時代錯誤みたいな点がありますよね。だから、まあ、パチンコのようなああいう大衆のね、娯楽みたいなものもありますけれども、まあそういうものを中で沖縄について特に、まあ、沖縄特区観光特区みたいな形の中で、そういうことをやっていけば、地政学的な面から言ってもね、このあそこに世界の人たちがアジアだけじゃなくてね、どんどん募集してくるということは、私爆発的に沖縄の人の所得をね仕上げて、雇用面でね、大変な効果が出るだろうと思いますので、世界でほとんどやってることですけどね、だから、沖縄振興、観光、立国という観点で、ね、まあ、そういう意味で、前原大臣にも話しています。それで、前原大臣も沖縄からね、声上げてくれというようなご意向を持っておられますし、沖縄出身の民主党の沖縄小吉議員とも話をしてまして、いやいややりましょうということを彼個人としては言っておりますね。だから民進党の自民とかですね、含めて沖縄から強い声を上げていこうという状況ですので、これについてはね、皆さんほとんど俺声かけたとほとんど賛成だな、拡大でもね、まあ、私のところはね、私のこう狭い趣味範囲じゃありませんけどね、やはり、ね、沖縄問題というのはこれは国政上ね、本当は大きな課題ですので、基地のああいう普天間からの移転をして、騒音と安全を抜本的に解決するというね、そういう努力も引き継いでせないといけませんけどね、同時に基地経済
それだけでね、あそこの所得も上がっていませんから、思い切った対策を今で言う産業振興でずっといろいろやってきたけどね、なかなかうまくいかないよね。ということで、ちょっと私も力を入れて、ね、これはやります。金魚の商品に行くのね、はい、はい、すみません、あの時事通信の方に拝見して、あ、すみません、フリーの小川博と申します。時事通信で拝見したんですが、あの大臣があのテレビでの新春対談で、竹中金元金融大臣とお話をされたそうなんですけども、それまだ放送してないだろう。まだ放送はしてないんですけども、それであの、まあ、それで、まあ、なんて言うんでしょう、その、まあ、岸君も郵政、まあ、彼は担当だったんですけども、今度、郵政民営化が凍結ということで、まあ、そういったあの全然思想は違反するんですが、そういったその中でその亀井大臣から見たその、まあ、元大臣、金融大臣、竹中さんの人物像といいますか、まあ、政策感といいますか、そういうのをなんか感想がおありだったらちょっと お伺いしたいなというふうに思ってるんですけども、あの人らが金融工学みたいなのじゃねえかな、もうそういう一言だけで、うん、いい動きじゃなかったかな。すみません、あのファクター出版 の月刊ファクターの宮島と申します。あの昨日来自民党から2人の方が、まあ、離党と、それから、まあ、昨日は、まあ、先生が出て、民主党に返礼を迎えたりしましてね、しかし、まあ、野中先生がですね、あ、まあ、土会事業ですね、その関連で、まあ、推薦議員というのをですね、取り上げるというような動きが出てますから、国民新党も、まあ、特徴としましてね、まあ、参議院選の前哨戦のようなことも進めているわけですが、こうした動きにどういうふうに予算と絡めていくのか。私はね、自分の古巣がね、ボロボロになっていくっていうことはね、あんまり気分のいい話じゃないんでね、やめてこと言った。まあ、健全なね、野党として、また再び政権奪取を目指してね、立ち上がっていくというようなね、そういう姿の方が私は国民のためにも日本の政治のために私は望ましいと思うんですよ。これは綺麗事言ってみないと本当にね、政治が満載の時になっちゃったらね、大変な話なんですよ。どうぞ言ってね、だからそういう面から言うと、今の自民党はまだそういう姿が見えないんでね、残念だなと思いますね。まあ、野中もね、なんか予算陳情に行くようなね、関心のまた分析かなんかじゃないけどね、ね、必要でしょ、必要な気持ちでしょ、彼は。俺は大嫌いだからねえからね。だけどやはりね、彼は都会での会長をしてて、農民のね、まあ、幸せということを考えた場合、あえてね、そういうことまでやっちゃったということだと思うね。ありがとうございます。今度は俺にあそこに公園に来てくれたんちゃったけどね、電話かかってきてね。野中先生。うん。ああ、そうですか。あの世界日報では何だと思ったんですけれども、あの前、暫定税率を続けるということだったんですけれども、景気が非常に厳しいといったらこのような形が作用されているわけでありまして、